今日はですね、ちょっと私、マイナ保険証6つの嘘という新刊を出したことを記念しましてですね、マイナ保険証に関する素朴な疑問に QA で答えるという話を、していこうかなと思いますので、まあこれはマイナ保険証に肯定的な人も、まあともすれば否定的、批判的な人ですら、まあ、誤解しているようなものも取り上げますし、まあ、これまで述べてきた内容も含めてですね、ご紹介しながら、理解を深めていただきたいなと思います。で、今回はね、ちょっと汎用的な質問とか上になるんですけど、今ちょっと質問っていうのを少ししばらく募集しようかなと思ってまして、まあ、オタク向けというか、コアな質問とかについても、まあ、QA シリーズとしてね、やっていきたいなと思ってますので、アンケート載せとくので、自由記述式で概要欄から、見て書いてもらえればなと思います。で、本題に先んじてですね、マイナ保険証6つの嘘という本が、出てまして、相変わらず書店では入荷してないっていう、状況で申し訳ないんですけども、まあ、Amazon では引き続き売ってますのでということと、書店ではね、僕が確認してる限りでは、池袋の順久堂と、京都の丸善と、大阪はね、順久堂とかすらなくて、龍翔館っていう谷町6丁目にある本屋さんぐらいしかないっていうのが、現状で、まあ、視聴者さんとかが聞いてる限り、まあ、ある程度冊数があるの、そんぐらいで、大変情けない話なんですが、まあ、もしね、近場に住んでる方は、そちらに行って買っていただけるといいのかなと思います。本題に入っていきたいなと思いますけど、まず一つ目のマイナ保険証は強制なのかという話ですね。まあ、ちょっと基本的な質問、疑問に答えていきたいんですけど、マイナ保険証はですね、強制ではありません。任意なんですね。ただその任意括弧強制みたいにしつつあるというのが現状で、例えば保険証廃止というのが2024年の12月2日あるんですけども、廃止になりますっていうビラとかに、マイナ保険証に登録してくださいとかってしか書いてなくて、そのマイナ保険証に誘導をかけてるんですね。保険証がなくなるのでっていうことで。だから、マイナ保険証しかないというふうに思ってる人が、世の中には多いんです。ただですね、資格確認証という、まあ、実態としては保険証の看板替えだけをしたようなものがあって、実際送られてくるものは保険証と同じなんですけども、まあそういったものがあるということを積極的にアナウンスしないということもあって、マイナ保険証強制ではないかと思っている人、まだまだ多いというのが実態ですと。これ普段見てる方はね、そうじゃないよって多分分かってる人が多いんですけど、僕全然僕の動画とか見てない知り合いとかいるんですけど、やっぱりね、そもそもこういう保険証廃止されること自体知らない人もいるし、マイナ保険証にとりあえず登録しないといけないのかなって、深く調べるまでもなく、なんかもうそうするしかないのかなとか、つい登録しちゃったとかっていう人ね、結構いるんですよね。はい、皆さんの知り合いにもね、いると思うんですよ。こんななんで今更こんなこと言うんだっていう人いると思うんですが、なんとなく登録みたいな結構いるんですよ。で、これなんとなく登録することによって、まあ、別にメリットがあったらいいんですけど、メリットはないところがね、便益が下がるというのが実態ですので、周囲の方でね、やっぱ保険証の話題というのは皆さんも何か話の折にはね、出してほしいなと思いますね。そっちの方が多分マジョリティなんですよね。まあ、二つ目のちょっと疑問、質問に答えていきたいんですけど、まあそうは言ってもマイナ保険証はいずれ強制になるのではないか。だから今抗っても意味がないんじゃないかっていう話ですね。で、これについて答えていきたいんですけども、マイナ保険証をね、強制するというのは、まあ、現実的には無理だと思います。僕が肯定的な立場を取るにしてもね。で、これなんでかというとですね、マイナ保険証というのはマイナンバーカードを使う保険証なんですね。で、このマイナンバーカードというのは、受け取りの際にですね、厳格な本人確認というのが今求められてるんです。だから、郵便でポーンと送ったりとかしちゃダメなんですよ。役所に行って、本人かどうかを明確にスタッフが確認するという工程があるんです。で、マイナンバーカードを受け取りの際には、通知カードや交付通知書、本人確認書類などが必要で、本人確認書類取るために本人確認書類いるみたいな、まあ、ちょっと不可思議なものではあるんですが、いずれにしてもその物理的に本人が行って確認を取るという、この
工程があるんですよ。で、これ、そんなに難しくないと思う人もいるかもしれませんがですね、世の中にはこれがかなり困難だという人がいるんです。それは例えば、もうめちゃくちゃ仕事が忙しくて、平日に少しの時間も空けられないっていう人が、例えば、無理なんですよね。これ普通のサラリーマン、社会人でも無理ですと。で、まあ、そこは、まあ、なんとか乗り越えられる人がいるかもしれないという人がいるかもしれませんが、例えば、高齢者で寝たきりの人とか、子供とかね、いると思うんですけど、こういった人とか、どう考えても全員取らせるっていうのが無理なんですよ、マイナンバーカードで。100% にしないといけないですからね。一応、国民皆保険制度っていうのを謳ってて、保険料払ってる人に全員に保険資格証っていうのを送らないといけないっていうふうに法律になってるので、マイナンバーカードを 100% 取得させられなかったら無理なんですよ。で、今政府はめちゃめちゃマイナポイントっていうのをこれまで2万ぐらい払って登録してくれみたいなことをやってたんですけど、結局、まあ、70% 台とかで、やっぱり 20% ぐらいは登録できないんですよ。で、昔、コロナの時に、現金給付10万円っていうのあったじゃないですか。10万円あげますぜという、誰にとってもメリットしかないものでも、しかね、給付率は93%らしいです。現金10万円一律給付が。100にならないんですよ。100にしようと思ったら、そんな役所に来て確認してくださいっていう工程を挟んでる時点でもう無理なんですよ。ということは、マイナ保険証は、完全強制するというのは無理になるので、マイナ保険証だけになるという世界観は僕は来ないと思ってます。で、来た時には、国民皆保険っていうのはやめるしかないですね。いや、そういう世界線があるんだったら、その時はもう、僕が想定しているより社会が数段悪くなってるっていうふうに考えますので、まあ、その辺は、ぜひ、知っといてほしいなと思います。3つ目、いきたいなと思いますが、マイナ保険証は使いたくないのですが、何もしなければ今の保険証と同じ資格確認証が送られてくるのかという質問にも、答えておきたいと思います。こちらはですね、マイナ保険証に批判的な人がよく間違っていることがあるんです。それ何かというと、マイナ保険証を使わなければ、今の保険証と同じ資格確認証が全員に送られるのか。つまり今、マイナ保険証っていうのは利用率がだいたい10%ないぐらいなんですけど、残りの90%の人には、保険証と同じ資格確認証が自動的に送られてくるのかという疑問なんですね。これは結論から言えばノーで、これ本当によく間違われてるんですけど、マイナ保険証で一回登録したら、もう資格確認証という名のその保険証と同じものはね、もう来なくなるんですよ。そのためにやってるようなもんですから。だから今人口のね、半分ぐらいがマイナ保険証っていうのに登録しちゃってるんですよ。で、実際でも使ってる人は、10%いないんですけど、50%ちょっとぐらいの人はね、登録しちゃってるんで、その人たちは、保険証を使ったりしてるのに、マイナ保険証登録者として認識され、もうマイナ保険証に強制的に移行させられるということになります。で、これを回避するためには10月に始まる、まあ、マイナ保険証の利用登録解除というのをしなければなりません。これもともとはね、いつでもできるようなものだったのが、なんかシステム改修でね、わざとできなくさせられて、今はマイナ保険証登録解除できないんですよ。でも、国会で、それはないだろっていうことになって、解除できるように開発をしてるんですけど、これをまあ10月以降にできるようになって、それ明確に解除しないとですね、例えばポイントとかに釣られて、登録したけど一回も使ってませんみたいな人が多分山のようにいると思ってて、そういう人たちは、ある日突然保険証がないっていうことになったりしますから、ぜひここは注意しておいてほしいですね。利用登録を絶対してはいけないということです。マイナ保険証を使いたくない人。で、してしまった人は10月に解除しないといけないと。で、これね、10月以降ずっとできるわけではなくて、一時的な措置となる可能性が示唆されてますので、解除タイミングを逃すとね、強制的にずっとそれ使わされる可能性がありますということは、述べておきたいと思います。4つ目ですね。これ、法人のね、経営されてる人とかから質問をもらうんですけど、法人の経営者として従業員ね、一括でマイナ保険証に登録してあげるといいのかという質問をいただくんです。で、これに対して答えておくと、楽にはならないというのが、答えです。なんでかというと、一見するとね、今会社の人とかって、まあ、入社した時とかにわかると思うんですけど、こう入社してね、一週間かちょっとぐらい経ったら、総務の人から直接渡されるか、社内便とかで保険証を渡されるっていう工程があると思うんですけど、マイナ保険証にしたらそういう物理的な
まあ、保険証がなくなるから、そういう作業が必要なくなるんじゃないかと思ってる人たちがいるんです。残念ながら間違いでして、仕事量は変わらないんですよ。で、これなんでかというと、これは、例えば、協会健保っていう、皆さんの保険証を管理してる、まあ、ある一つの団体があるんですけど、そこでどういう運用するかっていうものが書いてあってですね。で、この資格情報のお知らせというのが、鍵となるんですけど、これ、マイナ保険証を持ってる人に全員に送付しないといけないんですよ。マイナ保険証にすると、何も物理的なその紙とかカードがなくなるという想定だったんですが、当初は。実は結果論的に言うと、この資格情報のお知らせというのをマイナ保険証保有者全員に配らないといけないということになりまして、で、結局これ送付しないといけないという時に何が起きるかっていうと、その個別の従業員とかに渡さないといけなくなるんですよ。この流れ見てもらうとわかるんですけど。事業者に一括でその資格情報のお知らせっていうのが来て、でそれを事業者の人がこうバーって分類して送るっていうことを結局やるんですよ。保険証と変わらないんです、結論としては。はい、配布イメージっていうのもあると思うんですけど、だから全員に送らないといけないんですよ。で、なんでこんな資格情報のお知らせというものがあるのかというとですね、これはマイナ保険証が使えない医療機関があったり、オンライン資格確認っていうのを導入できない医療機関っていうのがあって、要するに、カードの読み込みができないところがあるんですね。で、マイナンバーカードってあれ自体に保険証入ってるか入ってないかって書いてないんで、そういうのが使えないときに、その保険に入ってますよっていうことを証明できる紙が必要だっていうことになったんですよ。で、結果的にこの保険証の紙にしたようなのを送るっていうことになって、で、医療機関の受診時に一応携行してくださいね、みたいなことにしてるわけですね。大体の病院は別にそんなことはないんですけど、オンライン資格確認というのはどうしても 100% にならない、導入できる医療機関が。なんかつかまカードリーダーというのは結構エラーが多かったりしたりっていうこともあってですね、そういった医療機関とかを差別的に取り扱ってはならないというふうに一応なってるので、こうせざるを得なくなって。で結局、保険証を使う、まあ、資格確認証というそのマイナ保険証じゃないものを使う人には、そういう、まあ、資格確認証という保険証と同じカードを送る、今と同じように。で、プラス逆に、マイナ保険証する人向けには、この資格情報のお知らせを送るということで、まあ、手間は今と同じか、増えるかですよね。うん。同じになる方法としては、全員従業員をマイナ保険証に登録させれば、この資格情報のお知らせだけを送るということになるので、今の保険証を送るっていう差配する業務と同じになるんですけど、でも全従業員が、その保険証ではなくマイナ保険証に登録するっていうことを強要できないじゃないですか。ってなると、まあ、従業員いっぱいいてですね、全員登録させるっていうのはちょっと現実的ではないので、結局はそのマイナ保険証のこの付帯される資格情報のお知らせっていうのも送らないといけないし、資格確認証というのを送るっていう仕事もあるので、それ変に分かれてる方がめんどくさいっちゃめんどくさいっていうことで、フロムの負担としては同じか増えるというのが、まあ私の、まあ、見解ですね。なので楽になるのかで言うと、楽になると考えられる理由はないというのが、まあ、答えになります。で、次、ロンドン行きたいなと思うんですが、河野太郎さん、なんで強権的にマイナ保険証を推進するのかという質問ですね。で、これは、一般的にはですね、デジタル化を進めて、より良い医療を受けられるとか、保険証を発行するコストが減るとかね、まあ、いろんなことが言われてるんですけど、これも全部嘘です。はい。例えば、より良い医療を受けられるという話で言うと、薬剤情報とかね、医療情報を医療機関横断で共有できるようになるって、で、その重複で投薬するとかね、無駄な診療、間違った診療を減らすために、より良いその情報共有ができるんだっていう疑問があって、で、それだけ聞くと、あ、そういうのできていいなって思ったりする人いるかもしれませんが、残念ながらまず、例えば、電子処方箋と呼ばれる、その薬剤情報を医療機関横断で確認できるようなものっていうのは、コストがかかりすぎて医療機関が導入したくないと言ってまして、電子カルテは、まあ、半分ぐらいの医療機関が入れてはいるものの、電子カルテって一口に言っても、その、病院の中で共有するっていうことしかできないものもあって、医療機関横断でできる電子カルテ使ってるなんていうところね、事例としてそんなに多くないはずで、これちょっと数字がわからないんですけど、まあ、皆さんも多分自体験として、別のある医療機関に行った時に、前違う病院で受けた医療情報が共有されてましたみたいなことはないと思うんですよ。で、あともう一個の保険証を発行しないことによってコストが削減できるっていうのは、これ当初から言われてたことで、
2023年の8月24日の社会保障審議会医療保険部会というところで、保険証を発行するコストをね、マイナ保険証にしたら減らせて、年間で76億から108億円程度のコスト削減ができると試算してるんです。で、これについては、残念ながらさっきも言った通り、資格情報のお知らせっていう形で全員に郵送したりとか、送付するコストが同じだけかかることが分かってますので、このコスト削減効果はまずないんですね。で、なおかつ、仮にこれあるとしてもですね、年間で76億から108億と大きく見えるかもしれませんが、システムのね、運用費用とかで、これは2023年の補正予算でね、マイナ保険証を推進するために887億円計上してるんですね。これだけでもう10年分ぐらいですよ。投資回収しようと思ったら、仮にあるとしてですよ。で、なおかつ、さっきも言った通り、マイナ保険証に登録したら、マイナポイントというのがもらえますと。これね、一人当たり7500円配ってたんですよ、登録したら。で、これによって、マイナ保険証の利用登録率が数パーセントぐらいだったのが、まあ 50% ちょっとぐらいまで増えたんですね、全人口の。だから今6000から6500万人ぐらい多分登録してるのかなと思ってるんですが、それをね、登録させるまでのコストどんぐらいかかったかって話ですよ。7500かける、まあ、低く見積もってまあ、例えば4000万人ぐらいとしたとしてもですね、3000億ぐらいは、これだけに使ってるので、保険証の削減コストを回収しようと思ったら、これだけで30年分ぐらいあるんですね。はい。で、コマさんがあとよく言ってるのは、不正利用があるからだ。不正利用なくせるんだっていうことをよく言ってるんですけども、これも今コストの話で言いましたが、不正利用がね、今現状どんぐらいあるかっていうのは正直分かってなくて、で一応その国会で出てきた範囲で言うと、2023年の5月19日にある参議院のまあ委員会でね、これどんぐらい不正利用あるのかって聞いたら、2017年から22年までの5年間で成りすまし受信っていうのが、合計50件って言われてるんだんですよ。50件確認されたと。で、年間で言うとだから10件ぐらいペースなんですね。もちろん案数がないとは言いませんけど、50件ってことは、これ国民の医療費の一人当たりって大体10万円ぐらいって言われてるので、まあこれ単純計算で掛け算したら、1500万円ぐらいしかないんですよ。はい。まあそれをだから仮にね、ちょっと過小評価しすぎだろうって言われる方のために、まあ、例えばもう100倍ぐらいに増やしましょうと。だから10億円ぐらい不正利用年間あるとします。じゃあこの不正利用年間10億円を、撲滅するためにさっき言ったような、マイナポイントで3000億円かけて、で、補正予算で800億円計上したりするっていうのがね、投資対効果の問題として、現実的なのかっていうのは一つ言えますね。仮にその不正利用をなくしたいって本当に思うにしてもこのアプローチは全く正当化できないぐらいひどいっていう感じです。保険証の不正利用をなくす方法がマイナンバーカードしかないなんてことはないですので、はい。ぜひその辺は知っといてもらいたいなと思います。あとは、マイナ保険証のトラブルはもうなくなってきてるんじゃないかという質問に対してちょっと答えておきたいなと思います。最近マイナ保険証に対してね、トラブルが報じられなくなってるじゃないですか、あんまり。まあ、引き続き報じてるところもあるんですけど、これ、トラブルなくなったと思ってる人多いんですが、そうではないんですね。多分、メディアが報じるのは飽きただけなんじゃないかなと思ってまして、各保険協会とかに、最近とかも結構調査したりしてるんですよ。で、あんま変わってないんですよね。その三重県とか千葉県とかいくつかの保険協会に、こう、医療機関に回答を求めていったら、だいたい同じぐらいのパーセントで返ってくるんですよ。で、トラブルのあった医療機関っていうのが、まあ、5割から6割ちょっとぐらいっていうのが、まあ最近の相場なんですけど、これ、その2023年にすごいメディアで報じられてた時と、ほとんど変わってないんですよ。で、これアンケート式のデータ取得のやり方について、積極的に回答するっていうことは、公平な調査とは言えないみたいなことを言う人ね、たまにいるんですよ。で、こういうの調査してる保険協会とか共産党系だろうみたいなことを言ったりする人もいるんですけど、それを否定したいんだったらね、他のデータを厚労省が出せばいいだけなんですよ。別に厚労省出してなくて。僕出したら多分他にもあるって出てくるから困るんだと思うんですよ。で、保険協会とかが少なくとも、こう、いくつか都道府県に出したら、まあ、毎回安定して5、6割ぐらいのレースさんからはトラブルが上がってくる。トラブル率を経験してるっていうのは相変わらず変わってないので、恣意的な調査が行われてるっていうんだったら、なんか別のデータを出していただければいいんじゃないでしょうかという感じですね。それで多少、だから全数調査とかしたらね、
まあ、数は減るのかもしれないですけど、まあでも一定の率があり、で、もともと保険証では全く起きてなかったトラブルだらけなので、その保険証から変えることで便益が減ったことの証明になるだけだと思うんですね。最後に、お前はマイナ保険証の批判してばかりで対案はないのかというよくあるやつですね。はい。これについて答えると、対案って、そう、保険証そのまま使うというのでも十分一つの対案というか、それのままでいいやんっていうのも一つですと。あとはもうマイナ保険証をどうしても使いたい人だけ使えばいいけど、もう普通の保険証を普通に運用しとけっていうのもこれ対案の二つ目ですね。で、あとは保険証の本人確認っていうのを少し厳格にしたいんだったら、例えば QR を使うとか、なんかいくつかのやり方があるんですよね。別にだからマイナンバーカードを使うことが不正利用の撲滅とイコールではないので、そこにこだわる意味というのは特にありません。だから対案というのは僕いつもね、山のように提示してるんですが、対案がない批判ばかりだと、左翼は批判ばかりだなということを言う人がいるということで、まあ、ちょっと一応ね、その点については触れておきたいと思います。で、だからマイナ保険証に違和感があるけど、もうなんか左翼とか共産党と同じ意見になるのが嫌だっていう人がいるんですけど、安心してくださいと。そう、マイナ保険証使ってる人は 10% いないので、10% 以外が全員左翼か共産党なんだったら、もう立憲民共産党で連立政権組んでると思うんで、世の中で。そんなことないですよ。ごく普通の人が意味がない、使う便宜がない、と思って登録してない、利用してないっていうだけなので、共産党そんなに強くないので安心してくださいということを、まあ、ちょっと最後に述べてですね、おきたいなと思います。で、まとめとして、マイナ保険証のデメリットを3つ端的に述べろと。いうふうに言われたら僕どう答えるのかなって思ったんですけど、まあ、これはちょっとま、1分ぐらいで話すと、一つがね、診療に支障をきたす。これは顔認証の精度が悪いとか、いわゆる認知症のある方に対応できないとか、いろんな理由があるんですけど、感染症とか訪問医療とかに対応しにくいとか、いろいろあるんですが、まあ、診療に支障をきたす。二つ目は金の無駄。で、三つ目が亡くなった時に再発行に時間がかかるという、この三つですね。保険証は即日で発行できたりするんですが、マイナンバーカードってのはどんだけ頑張ってもいいし、今だと多分数ヶ月かかったりするケースもあるので、なくしたら、最悪です。保険証すぐ作れるんで、そこの違いもありますよということで、この3つだけでも、十分マイナ保険証の、まあ、欺瞞というか、嘘というのは証明できるのかなと思います。まあ、一旦今日の話はこちらで、終わりにしたいなと思いますけども、ぜひですね、私の新刊も買っていただけたらなと思います。はい、ご覧いただきましてありがとうございました。